フードブロックの小山校長が登場です。どうぞ。この度は私遠山の2冊目の写真集揚げもみじを買い上げてくれました。皆さんありがとうございます。3冊以上ご購入の方、僕と握手できるということでお待ちいただいて、ありがとうございます。こんなにたくさんで、あのね、後ろの方はあれ誰なんだあいつはなってるかもしれないですけど、すいません。本当にあの短い時間かもしれないんですけど、ぜひあの俺も直接今までの感謝の気持ちも伝えたいし、もしも何でもあの言いたいことでも何でも伝えてもらうことがあるんであれば、全て受け止めるつもりでいるんで、ぜひ本日はよろしくお願いします。ちなみにこのキャップはあの広島クジラジ、クジラジ聞いてます皆さん、はい、オークボックスさんがね、今日もねお手伝いでいらっしゃってると聞いて、これボックスさんのあれでしたっけ、お友達でしたっけ、リスナーさんのお父さんがデザインしてくださったこの広島ピースっていう格好を昨日ね、あのお好み焼き食べていただいて、全員職員分全員いただいてね、そうなのでちょっとスーツに書くっていう少しだけあの変態スタイルで出してますのでご了承くださいということで、改めましてお願いします。お願いします。じゃあこれ中入れとくかしたら、あ、はい、ありがとうございます。いいえ、タッチにもよろしくね。はい、はい、よし、はい、チーズ、はい、タイマーだ、タイマーだ。OK 取れた、はい、取れた、OK、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。お高い手、はい、これもじゃあ、はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、小さな時に父親にウォークマンを買ってもらって、うん、その時に聞き始めて、ラジオを聞き始めて、でそれでなんかその時に学校でいじめとかになってて、うん、でもなんか富山校長と浅田教授のトークがめっちゃ面白くて、うん、それでなんかそこで聞いて声を聞いてる時になんかその最後にまた明日ってありがとうございます、うんうん、それがなんか自分になんか寄り添ってくれてるというか、うん、その他の人に理解してもらえなくても、うん、なんかラジオはなんかその自分の居場所があるみたいなことを思って、すっごいつけられて、うん、でめっちゃもうなんか感謝の気持ちも本当に抱きたい。今何歳？高校3年生。あ、受験は？終わりました。受かった、はい、あ、受験受かりました、おめでとう。よかった、恥ずかしい。この前のセンター前の応援部の時に、ああ、あ、先生、あの先生たちを信じろって言ってもらった、ああ言ったんです。どうだったの？あのなんとかあの出願できる点数届いたんで、今度神戸大学に。神戸大学だって、ね、あ、聞こえてた、みんなすごいね、すごいね、はい、応援してる、ありがとうございます、頑張って絶対合格します。こっちですか、何、お、びくしょ刺されんのかと思った今。やってないですよ、そんなバカだね。ただ顔見てみ、顔を見たらそんなに太ってないっしょ、触らしてみる、そしたら全然贅肉ないじゃん。ラジオネームプラスナインです。プラスナイン、はい、ありがとう、いつ も, もうあの5月の令和最初の授業とか、うん、あのもう各局グランプリとか、うん、もうあの節々に毎回逆転くださってありがとうございます、うん、小文字のプラスであれでしょ、はい、数字の9でしょ、はい、あ、いつもありがとう。何気ないその話が面白くて、うん、もうほぼ毎日僕悩んでるんですけど、うん、そういうそのモヤモヤを吹っ飛ばすような、うん、そういう笑い声と声と叫びが本当に、うん、あのもういつも助けになってます。いやいや、こちらこそよ、そうやって言ってくれて嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。ラジオネームハムカツ御前です。俺出たよ。あの聞いた、金曜日聞きました、昨日。2020年1月のファックスヒーロー選ばれました、おめでとうございます、はい、もう何年ぐらい送ってくれてるっけ。3年ぐらいだっけ、はい、そうか、はい、ありがとう、いつもいつも。ハムカツ待ち受け画面はショックアイで行こうか、受けてみよう、行こういいよ。ほら、はい、頑張れ。ハムカツ待ち受け画面はショックアイ。この間の R1 の時の授業の写真を待ち受けに使ってんのはそう、ハムカツ午前終了です。終了です、読ませてもらう、はい、からうわ。あれだよ、バンクスとかシーズとか
地球連邦軍とか、そうです、内村至とかね、これに書いていいの？全然いいです。エリマル？ OK。 エリマルの待ち受け、私もショックアイって、それでいこう。続いちゃってるから、ショックアイが、待ち受けがまさかの2連続ショックアイ、ショックアイ。あの、はい、小学校の頃から静かな場所で勉強するのが本当に苦手で、うん、で中学生になって、うん、あ、そろそろ勉強しないといけないなと思って、うん、でテレビだったらちょっと見ちゃうし、うん、音楽だったら飽きちゃうんで、うん、ラジオつけてみたらそれがスクールオブロック で、うん、で面白くて、うん、でスクールオブロック聞いてるときはもう絶対勉強しようと思って、で今はもう第一志望に頑張ったりいけるぐらいまで。マジで？本番はいつなの？来年です。そうか、じゃあそれまで時間いっぱいもあるし、頑張って応援している、力を込めて。7月に野球がしんどくて辞めてしまって、うんうん、あ、俺と一緒よ。俺も7月で辞めてるから、はい、辛くてしんどかったんですけど、うん、その校長の授業とかで励まされて、うん、まあ、もう一回学校生活とかも頑張ろうと思うので、うん、まあ、今は部活はやってないんですけど、うん、これからもその校長の面白い授業とかを期待しているので、うん、あと1ヶ月半、うん、そうね、よろしくお願いします。ありがとう、はい、じゃ愛媛から、ありがとう、いただきます。金村先生きっかけで聞いたんですけど、その時にちょっと嫌になっちゃって聞くのをやめちゃったんですけど、あれ、自分の何やってるか分かんなくなって、でも校長先生のおかげで、うん、もう一回自分のやりたいことが見つかりました、うん、3月までに、うん、あの校長先生にありがとうを伝えたくて、うん、アニメを1本作りますので、ここから、ここから作ります、宣言じゃんので、ぜひ完成したら、あの、見てください。わかった。ありがとうございます。決意をしかと受け取った。はい。あげる。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。尾道から来ました。あ、昨日まさに行ってて、そう。尾道の最後でロープウェイでガイドやってるんですけど。え？ロープウェイだからもう行きしかないって言われて、あ、帰ってこれない。帰りは歩きですって言われて時間がなくて乗れなかったんですよ。え、そうなんですか。そうね。15時半。あ、そうです。15分で終わっちゃうの。でもその手前のね、ワッフル美味しくて2個食べました。あ、コモンで。はい。あ、コモンで。はい。あ、そうなんだ。あら。そうなんだ。ちょっとまたどっかの機会があれば。はい。待ち受けはバナナマンの日村さんだ。以前逆転させてもらった、はい、あの M1 のナイスアマチュア賞を取って。ああ、動画も見たよ。あ、ありがとうございます。アマチュアボクサー。見た見た。ありがとうございます。アマチュアボクサーさ、やっぱさ面白いよね。はい、そうです。大喜利もさ、いつも読まれるでしょ。あ、結構読んで。今週も読んでるもんね。はい。いや面白いよ、やっぱすごいね。拍手。ありがとうございます。売れたら仕事を呼んでね。頼む。こちらこそよろしくお願いします。ありがとう。ほら、こんにちは。こんにちは。どうしたの？タミオさんと、ジュリタミオさんと、ユニモチが大好きで。あら。はあ、ガールズロックスクロールじゃあ僕とも一緒ですね、好きなものね。え、聞いてくれてるんですか？あ、嘘。あの、寝るときにタイムフリーでいつも聞いてくれてる。何が好きなの？初めのポーズでもう寝ちゃうので。ああ、あれ、欅が好きとかですか？あ、そうなんだ。せいちゃん、どうもね、バイバイ。あのね、あれ、俺あれだけ音源を自分の iPod に入れてたまに。あ、本当ですか？手を抜け若者よ。ラジオネームが、あの、瀬戸内海、改め瀬戸内海の出た。京都が2回言い直して間違ったやつね。間違いない。や、そんなことは気にしないでください。お若いでしょ。いや、校長より上ですよ。嘘だよ。ちょっとこれ、子供が中学生になるんで、はい、あ、そうなの。本当はラジオを聞かせて、はい、校長にいろいろ相談させたいなと思ってたのに、はい、いや、まあでも、まさかの、はい、湘南の風のショックアイ先生、3人目昼目の達人ハルチコです。うん、ダジャレ言ってました。いや、いつもっていうかその説もどうも。ガールズクラスずっと聞いてます。あれ、何週目？3週目です。3が平手が辞めてしまうんでちょっと悲しいですけど。ちょっとそうよね。いただきます。センターの前日、今年の書き込み読んでいただきました。うん、金曜日か。はい、どうだったの？センター、まあ、なんとか耐えることができました。なんとか、はい、ずっと話したりしたいなって思ってたんですけど、うん、やっと会えて嬉しいです、うん、会いに来てくれてこちらも嬉しい機会を。ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。待ち受け画面はテチだ。あー、いいね。あ、今日愛媛から来たんです。わざわざ。あ、ご家族で、はい、あ、めちゃめちゃ似てる。似てます、ね、かっこいい。校長が、うん、あのダイエット企画やってるじゃないですか。
何ダイエット企画やったの知らないな多分今日期限なんですけど知らないけど、まあ期限なので、あの最初校長と同じぐらいだったんですよ、体重75。あ、自分もってこと、はい、うん、今65。えマジ、はい、えどうやどうしたの、あのご飯半分にしました。えいや、でもさ、何歳さ、今14。えいや、14は食べないとダメでしょ。え10歳、小 3?4? 楽しい学校、楽しい、お互い40代楽しみましょう、頑張りましょう、頑張りましょう、ありがとうございます、ありがとうございます。大阪から一人でドライブしてきたんですけど、え校長空飛んだっていうことだったんで。何が空飛んで来られたんですよ、俺。そうよ、ハイパージェットで、ですよね、そうよ、昨日の放送終わってハイパージェットでこっち来てん、ね、そういうこと。ちょっと悔しい。だから追い抜いてるから俺は朝方ぐらいに多分ルーツって、そういうこと。待ち受けはパフューム。おお、去年の夏にスクールフォースで最速、うん、おお、この盛り上がり、あれ全体でいくらだった、全体結局なんか最終日が難しくて2万7000円止まりだったんですけど、ああ最速パーフェクト、はい、わあすごい、すごい人だ待ち受けはレナチー、あ、ノギが好きってこと、ね、聞いてくださってるんですか2013年。え、なんか お家で聞いてくれてるんですか、うん、お仕事中とか。いや、家で5億万。あ、わざわざ聞いてくださってる。あ、3年前に応援ロックスで逆転させていただきました。ああ、すんと申します。はい、校長とあの当時の芦田教頭 の逆転のおかげで合格して。おめでとう。大学3年生やってます。3年ってことはもう就活も始まってるってこと、はい、そろそろ。え、どうなの調子は。いや、ぼちぼち、まだまだこれから始まったばっかな。これから卒論と書いたんで、ああ、あと、うわ、すごい、これ、ちょっと作り終わるってこと。へえ、これくれるってこと。 あ、はい、あ、じゃあ読ませてもらうわ。宮島一回言ってたんですよね。そう、言ってた、今ちょうどさっきマラソン大会があって宮島に行ったんですよ。あれ、ツイッターなんかくれた、はい、違う、マラソン大会やってたんですよ、つって。はい、あ、そうです、本物だ。いや、そんな大したもんじゃないの。何歳今。12です。小6？小6です。うわ、いつから聞いてくれてんの。3年前ぐらい。え、小4とかで分かんなかったでしょ、意味。分かんなかったです。ねえ、なんで聞いてくれてたの。あの、お母さんがラジオ前に聞いて。あ、それの流れでか。へえ。受験勉強とかもするし。ほんと、ありがとう。マツダスタジアムのショップでバイトしてて、その売れ筋のゴールペンなんで。あ、そうなんだ。形がなんか、あ、2本入ってる。ええ、ありがとう、こんにちは。姉妹？はい、こんにちは、わざわざありがとう、来てくれ。4月に千葉から転校してきて、うん、去年の4月、はい、不安なこともすごいあったんですけど、うん、ラジオで校長とかの声聞いてすごい安心して、うん、今すごい楽しい学校生活を送れてます。友達いっぱいできた、はい、ああ、いいね、はい、妹ちゃんは今までありがとうございます。いや、こちらこそラジオ、あのスクールオブ聞いてる友達が、うん、あの気になってたんですけど、うん、どうやってラジオで食っていけるのかっていうラジオで食っていけるか、どうやって食っていくのか。あの、去年なんですけど、うん、受験の時に、うん、そのスクールオブロックのおかげで、うん、そのインスタとかがもらえたので、うん、ありがとうございました。いや、こちらこそ。え、どうだったの結果。わかりました。あ、ほんとギリギリ。待ち受けは野田洋次郎だ。おい、最近スクールオブロック来てくれてないよね、そういえばね。来てほしい。まあ、忙しいのか。でもラットはラットで。こんにちは。じゃあ、ラジオネーム小伊藤と言います。小伊藤は知ってるよ。あの、だからカープの恋の、あ、はい、あれでしょ、はい、書き込みって結構知ってるんですけど、読まれたのは、あの給食の話題になったサメが給食の割と最近にあったやつね。あ、はい、あの急に路線変更になった時のやつね、はい、面白かったやつ。ありがとう。サイン書いて。大阪から来ました。え、何で来てくれたの。高速バス。え、5時間半から。え、今日帰る。今日帰る。スクールオブロックとかの友達に紹介したりとか、うん、塾の先生とかでもスクールオブロック知ってる人とかいて、おそれで仲良くなった。あれ、そうなんだ、はい、いっぱいなんか使ってくれたらいいと思ってるんでこれを。いや、待ち受け画面は食愛。また食愛あれ、いいタオル持ってんだ。こんにちは。手冷たい、大丈夫。冷え性ない。じゃあこれからもよろしく。身長が 195cm。 でかいよね。今いくつですか。今23。 23? もう止まってる。去年になったばっか。先月になったばっかり。おめでとう。ありがとうございます。
ツーブロと、あの、うん、アニジャさんとコラボ、はいはいはい、30もう何回も見てずっと笑ってた。じゃあ何回か話したことある？1回あります。五郎の時、五郎の時の浪人の五郎の時で、はあ、元気出まして受験頑張りました。今はどうなの？看護師でできてます。あ、できてるんだ。福岡っています。あ、福岡か。、はい、あのこれカッコ、あれカッコついてます。そうやね、はい、ドロスのやつでしょ。だ、あ、そうなんだ。ありがとう。いつも書き込みも見させてもらってる。もうずっと病んでるんで、もうなんか、うんうん、書き込みするのもたまに怖いんですけど、うん、もうあの中1頃からもうずっとスクールオブロック聞いて、うん、あのずっと助けてもらってるんで、うん、本当にこっちがもう、うん、ありがとうございます。いやいやいや、え、見てるよいつも書き込みも。どうだって不幸場だって言っていつも見てるから。じゃあ、あれわざわざカープありがとう、はい、投げます、はい、お手紙もね。あれ、のちゃです。あ、出た。わかりますか？わかるよ、嬉しい。この絵もわかるし。ありがとう。このいいよね、タッチがね。あ、ありがとうございます。ありがとう、いつもいつも。何好きなんですか？ミシェルと、あれ、バースデーと、これ、千葉さん、ミシェルと、あと、斉藤和義さんと、中村達也さんのユニットの、対バンの時の T シャツ。いいよ、はいよ。あ、え？何？手が震えたの。ああ、そう。待ち受け画面は空です。ああ。佐藤先生の時に逆転してくれた。え？ジャニファンの。あ、ジャニファンの。あ、そうか。ありがとう。山口県16歳のアメカです。ありがとう。雨か。1月2日に巫女の逆転をしました。雨か、そうだよね、喋ってるよね。はい、そうだね。待ち受け画面はイブ先生。おぉ、イブつって、イブつって出た。やめろ、イブつってて。イブつって、やめろつってんの、イブ。やめろって、何をそんな距離取りながら言ってくれてんだよ。やめろって言ってんの、イブつって、イブつって、イブつって、やめろ。サインお願いします、看護長に。何見てんだよ。いつから聞いてくれてんの？半年前。あ、結構最近だ、はい、待ち受けは深津先生。あれ、待ち受け画面は空を見てる高野先生。あ、ミセス、はい、あ、ラジオネーム世界のリンゴジュースです。出た。あれ先週あれだよね、そうだよね、どこのリンゴジュースが美味しいって言ってたやつでしょ。世界のリンゴジュースか、はい、中学校の時から聞いてて、うん、学校つらいなって時に、うん、校長の声助けられて、うん、本当生きてる価値があるなって思って、うん、ありがとうございました。そうやって言ってもらえることが俺の価値でもあるということをそのまま返させていただきます。待ち受けは遠山校長です。おーい、待ち受け俺初めて出たよ。誰もいなかったのに。どの俺さ、ちょっとお酢だけ見せてくれ。逆転してもらった時の。あ、俺の横顔どう思う？俺の横顔。開くたんびに校長でかっこいいね。開くたんびに校長でかっこいい。あ、終了だった。ありがとうございます。ありがとう、これからもよろしく。あ、じゃこれは忘れてた。はい、ありがとうございます。どうも、 Just do it。 これからもお願いします。おーす、ありがとう。 Just do it。 おーす、いただきます。うわ、え？今日？あ、昨日来て。このために？嘘でしょ。いつ帰るの？帰ります。あ、じゃあ観光とかも兼ねて。はい、一人で来た。はい、え？わざわざ。初めて一人旅しました。え？このために？初めて一人旅、沖縄から来てくれて。このために。拍手だよこれ。え、観光はしてるもん。嘘。ちょっとなんていうか引きこもりがちなので、はあ、あんまりまだ歩けてない。え、宮島行った？宮島はこれから行こうかな。これから行くんだ。あの今日明日で牡蠣祭りやってるから牡蠣いっぱいあって。トラコロくんです。おわ、出た。あれ、なんかあれさっきツイッター、あれ宮島に、はい、そうだよね。ありがとう、トラコロくん、いつもラジオ好きになったのに目覚
方とか好きなんですけど、うん、えそうなんだ。ロレッキシコアラです。あマジ、いつもどうもね、はい、書き込みもだって読んだこと何回もあるよ、はい、多分ね。久しぶりじゃん。いやどんどんなんかそのさ、どんどんギャングっぽくなってくんだ、やめてくんない？待ち受けはいちごのかき氷家で作ったやつ。家で作ったやつ、はい、いや、うん、実在されたんですね。実在はね、なんとかしてるのよね。ほんとスピーカーの中のヒーローだったんで、うん、登場が。いい言葉言ってくれんね。あえて光栄です。いや、なんかそんな素敵な言葉を初めて俺はそんなこと言ってもらえて、スピーカーの中のヒーロー、はい、自分にもしも名刺があったとしたらそれを肩書きとしていきたいぐらいだ。もう YouTube 登録してるのがヒカルさんと米津玄師さんとドライブだけなんですよ。え、はい、中2の時からお姉ちゃんとずっと聞いてます。お姉ちゃんと、はい、ずっと勉強しながら。あら、そうなんだ。大きくなった。え、かっこよくないでしょ。かっこいいです。顔もパンパンになっちゃって俺やめよ、そんな。かっこいいです。嬉しいね、ありがとう。多分中1くらいから聞いてるんで、7年くらいになりました。そんなに受験期は本当に励まされて、ああ、うん、しっかり頑張って大学行ったんで、うん、大学はどう今？大学今ぼちぼち。あ、本当、はい、よかった。楽しんでます。これ一応青春サポーターズさん、うん、あ、うわ懐かしい3年くらい前だっけ、金曜日にね、はい、今も使って。あ、本当、音いいのそれ。まあ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 社会人になりかけ、まあ大学院ですけど、うん、ずっと中学の頃。立派だね。いやいや、勉強の支えでした。いや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 、校長これ覚えてやります。うわ、全国回ってたやつね。東京 FM 出発してたっけ。そうそう、でもこれも相当前よ。一押しのスイートポテト、はあ、湯布院大量に買ってきました。いや、ちょっと量いいんすかこんな。ないです。広島ですか。あ、いや、神奈川で。神奈川、はい、今東京に住んでます。で、あ、夜行でちょっとここ、わざわざ、はい、じゃあ村表山で。うわ、はい、この前、君ネタ呼んでもらった。そうだね、不登校をやったんですけど、うん、あの、ちょっと押しつぶされそうな夜とかにすごい聞いてて、うんうん、笑ったりとか助けてもらったりとか、うん、ありがとうございました。いやいやいや、こちらこそ頑張ったんだね、したらね。うん、今ラジオの仕事したくて。うん、じゃあ FM 広島をよろしく頼むね。支えてあげてください。待ち受け画面は超特急。あ、2回、3回ぐらいでもね、スクロボルク。2回ね、そうだよね。あとディッシュも付いてる。そうだ、あ、へえ、まあ、僕の写真集を、初のグラビアに挑戦してみたのですごいドキドキもんだったんですけど、こうやって皆さんに買っていただけてすごい嬉しいなと本当に思ってます。たくさんのみんながですね、スクローブロックがあってよかったですっていう言葉をこう届けてくれて、その言葉とともに、まあ、改めて本当に自分自身もそう思っている次第です。やっぱ、うまくやっぱいかないものだから生きていくということは、その中でスクローブロックを必要とする人はやっぱこんだけ今日も集まってきてくれてるってことは、まあ、絶対だから、まあ、俺もなくしちゃいけない場所だと思っているので、俺ももちろんこれからもその気持ちは届けたいと思いますし、みんなもそうだな、なんか掲示板だったりとか自分のいろんな場所でなんかその気持ちを持ち続けてくれたら、おそらくスクローブロックはなくなることはないと俺はそう思っております。まあ、全国のみんなにも本当に俺は感謝をしています。長い時間みんなも立ちっぱなしで疲れたと思うけども、来てくれて本当にありがとうございました皆さん、はい、そして10年間ありがとうございました、はい、って感じかな。嬉しい、みんなに会えて。また会いましょうつってこの後すぐ公開収録があるからあれなんだけど、ありがとうございます、ありがとうございます。起立。で、サーゲーム。ああ。オッケー。
ティードライブ。夜10時から放送しているスクールオブロックから、この方が、広島に来てくれました、それでは自己紹介をお願いいたします。どうも遠山校長です。お願いします。すごい、なんか遠山校長何もやってないのに今笑いが起きましたよ。いや真面目な挨拶してるのに何笑ってくれてるんだって話しておかしくないかなそれみんな。何やってんだよってなってるの。ボックスさんで笑うのはおかしいんだよ。